いやー、なかなか気温に合わせた服選びって難しいよな。今年は暖冬だと思って油断してたら、3月は結構寒くて、かと思ったら4月に入って結構気温上がっちゃったから、そろそろ初夏に向けた服も揃えないといけないんだよな。なかなか難しいな。初夏の服はなるべく予算を下げて、コスパのいい服で乗り越えたいんだけども、誰かいい服教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、コスパ最強大人の初夏服ベスト5というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、結構ですね、最近は気温が読めずにですね、僕自身も毎日の服選びに苦戦してるわけなんですね。そろそろ春服楽しみたいなと思った頃には結構ですね、20度超えてたりするので、春服じゃ暑いかなと思うタイミングもあるんですね。まあ、ちょうど撮影の前日ですね、結構気温が上がりまして、街ではですね、 T シャツ1枚で過ごしてる方もいたので、結構この時期って人によって着こなしが様々かなと思います。まあ、いずれにしてもですね、初夏に向けた着こなしって大事になるかなと思うんですね。4月の後半から5月って結構暑かったりするので、この辺りに着れるようなですね、夏の予行練習的なお洋服を今回はですね、皆さんにしっかりめに5点ご紹介したいなと思っています。まあ、今回はコスパバージョンということで、まあ、なるべく身近なブランドですね、僕の動画の中ではおなじみのユニクロ、GU、グローバルワーク、無印良品ですね、この辺りを使いながらですね、皆さんになるべくですね、予算を下げながらおしゃれに見える服をですね、ご紹介したいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的に大人の男性にお勧めしたいコスパ最強の初夏服をですね、皆さんにご紹介したいなと思います。まず1点目はですね、こちら GU から行ってみたいなと思うんですが、ライトデニムオーバーサイズワークシャツ5分袖、これがですね、なかなかかっこいいんじゃないかなと思っています。今の段階ではまだですね、発売にはなっていなくてですね、4月下旬発売予定ということになってるんですが、これは僕自身ですね、欲しいなと思うぐらいかなり仕上がりのいい一枚になってるかなと思います。で、この初夏にどんな服を着ようかと思った時ですね、まあ、長袖のシャツを腕まくりして着るというのも個人的には好きなスタイルなんですね。ですが、もうちょっと軽快に半袖ぐらいを着たいという時もあるかなと思うんですね。で、そんな時に役立つのがオープンカラーシャツだとか半袖シャツというジャンルになってくるかなと思います。このあたりって真夏に着ることもできるんですが、僕の中ではやっぱり35度ぐらい超えてしまうと、どう頑張っても半袖短パンぐらいの方が楽でいいんですね。そうなるとですね、やっぱり半袖のシャツだとちょっと重ね着しなくちゃいけないので、 T シャツとその上に半袖シャツだと暑すぎちゃうんですよね。なので、このようなシャツというのは意外とですね、僕の中では初夏ですね、まあ、4月後半から5月なんかにもよく着ますし、真夏になる前に割と着ることが多いので、まあ、今のタイミングに買っておくとすごく便利なアイテムなのかなと思います。で、こちらのですね、シャツに関しましては、襟元はですね、割とこうレギュラーカラーっぽい、もう通常の襟型になっているんですが、ちょっと襟の幅も大きめになってまして、アウターっぽい作りになってるんですね。そして GU らしいボックス型のシルエットで程よいゆとりも持たせてるんですが、実は GU の服ってそんなにオーバーサイズでもないんですね。まあ、最近僕も GU の服をですね、試着する機会増やしているんですが、割とトレンド感強めのお洋服だと思いつつ、大人世代でもちょいゆるぐらいで使えるぐらいのサイズ感なので、まあ、そこまで大きく振ってないので使いやすいかなと思います。で、デザインはワークテストをですね、主軸としたようなシャツになっていまして、胸にポケットがついてるんですが、ポケットのサイズ感も小ぶりなんですね。そんなに大きくなくて主張が強くないのと、フラップ付き、蓋がついてるんですね。このフラップのですね、このちょっと角がカクッカクッとなったような感じ、このあたりのディティールも僕は個人的にめちゃくちゃかっこいいなと思うんですね。僕自身も服を作るので、ポケットの形状とか結構こだわるんですが、このポケットはなかなか素敵だなと思います。まあ、サイドから見た時にスリットが入ってたりだとか、横姿もすごく素敵だし、まあ、ボックス型で裾もですね、ストンと切ってあるので、まあ、このあたりもちょっとアウターっぽい仕上がりになっているので、なかなかいいなと思いました。で、カラー展開3色なんですが、圧倒
倒的にお勧めしたいのが、僕はこのですね、ブルーですね。まあ、デニムらしいカラーなんですが、本当にこう、濃い色のデニムではなくて、淡い感じのブルーになってるんですね。まあ、最近こういった、ちょっとこう、明るい感じのブルーのお洋服って、すごく増えてるんですね。まあ、僕もですね、この前、ドメスティックブランドのオーラリーのお店に行った時にですね、このような淡い色のデニムですね、結構シャツだとか、アウターにも多く使われていて、すごくいいなと思ったんですね。僕も個人的に淡い色のですね、デニムシャツ、オーラリーで買ったんですが、そういった方向性と結構近しくて、色落ちはしてあるんだけども、割とですね、クリーンな見え方するような、綺麗な淡いブルーなので、これだと結構大人世代には、ブラック系のパンツで合わせれば、バランスよくハマるかなと思うので、結構おすすめしたいシャツかなと思っています。トレンド感ちゃんと抑えてるんだけども、やりすぎ感がないというところで、まあ、おしゃれ初級者から中級者にちょっとステップアップしたい方には、これめちゃくちゃハマると思います。そして価格は2290円ということで、この価格で出すというのは、やっぱり GU にしかできないことだと思いますし、トレンド的なものこそ、ちょっと値段安いもので、まずはトライしてみるのもいいかなと思うので、このシャツですね、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目ご紹介したいのはですね、先ほど GU をですね、皆さんにご紹介させていただきましたが、ちょっとトレンド感強いなとか、もうちょっと大人世代にも似合うものってないのかなと思っている方には、こちらが結構刺さるんじゃないのかなと思います。アンテのグローバルワークの爽快ドライタッチシャツですね、価格が4950円ということで、これまた買いやすくてですね、なおかつ大人世代にはバチッとハマるような一枚なので、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。先ほどはデニムのシャツでしたが、こちらに関しましてはちょっとこう麻っぽい素材の見え方するような、まあ、化繊の素材を使ってるんですが、爽快ドライタッチということで肌触りも良くて機能的にも優れてるんですね。速乾性があって携帯安定性に優れた素材を使ってるので日頃のケアがしやすいというところは夏にはめちゃくちゃ嬉しいポイントかなと思います。結構グローバルワークはこのような機能性にも力を入れてるんですが、まあ、いくら機能性があってもそもそものデザイン性がいまいちだったら買う気にはならないんですね。まあ、こちらのシャツに関しては見ていただくと分かる通りオープンカラーシャツになってまして、襟元がちょっと開くような仕様になってるんですね。まあ、このあたりはトレンド的なアイテムとしてここ数年ずっとですね出続けていって、最近では定番的な位置づけになってるかなと思います。まあ、特に夏らしい襟元なのでこれすごくバランスがいいかなと思います。でサイズ感に関してはやはりですね、こちらもピタピタにタイトな感じではなく程よいゆとり感を持たせているんですが、大人にもしっかりと似合うようなバランスになっています。で、胸にはこちらもポケットが左右対称についていまして、蓋もついてますね。このあたりは GU とも同じなんですが、やっぱり夏のシャツって僕はポケットついてる方が好きなんですね。というのも、夏って着るものの数が少ないので、本当にこう平坦にシンプルになりすぎてしまうんですね。そこでシャツもですね、ポケットがないものを着てしまうと割とつまんなく感じてしまうので、このような両胸にポケットがついたディティールというのは、僕はちょっとアウターっぽく見えるので、歓迎したいポイントになってくるかなと思います。まあ、それ以外はすごくミニマルで使いやすいシャツになってるんですが、カラー展開が豊富なんですね。全部で6色あるのかな。この中でまあ、どれを選ぶのかがなかなか難しいところなんですが、定番的なものといったらやっぱりネイビーで間違いがないかなと思います。まあ、こちらの写真のようにボーダーのカットソーを着て、あとはボトムスに関してはホワイトのパンツとか履いていただければ夏っぽく仕上げることができるのかなと思います。個人的に一番好きだなと思うのはですね、スミクロ10という色ですね。まあ、ブラック系の色ではあるんですが、少し色が抜けたようなダークグレーに近いような色合いになってまして、ブラックほどは重たくなく、ちょっと見え方によってはグリーンっぽく見えなくもないかなという色で、これまたですね結構シャープでかっこいいかなと思います。まあ、定番のネイビーかスミクロ、そしてグリーン79という色だとちょっとこう差し色として使えるので、まあ、おしゃれ感が漂うかなと思うので、このあたりの3色の中で選んでみるといいかなと思います。ベーシック志向の方のネイビー、ちょっとシャープで都会的に見せたくてネイビーほどはベーシックじゃない方がいい方だったらスミクロ、爽やかでちょっとアクセント的に使いたい方にはこのグリーン78がすごくいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。まあ、半袖シャツというと大人世代にとっては子供っぽく見えるかなという印象がかつてはあったかなと思うんですが、最近ではこのような大人見えするような上品な半袖シャツもいっぱい出てきていますし、割とトレンド的なアイテムになっているので、持ってない方はぜひ1枚トライをしていただければなと思っています。
はい、続いて3点目はですね、これまた安定の無印良品からご紹介したいんですが、こちらですね、UV カットヘンプコンクルーネック半袖セーターですね。価格が3990円ということで、これまた初夏に適したアイテムかなと思います。まあ真夏になったら僕もさすがに T シャツを着ることの方が圧倒的に多いんですが、初夏であったら T シャツよりもこのような半袖ニットぐらいの方が大人っぽく見えますし、夏との違いも出せるので、おしゃれ感も出しやすいのかなと思います。まさに4月の後半から5月に適したアイテムだと思いますし、まあ、場合によっては重ね着でこの上にジャケットを着たりしながら、まあ、ビジネスカジュアルでも使うことができるので、意外と活用できる範囲が広いのがこのような半袖セーターになってくるかなと思います。まあ、いろんなブランドから出ているんですが、無印良品のものに関してはまずは価格的な優位性ですね。3990円というところ でサイズ感だとかデザインの雰囲気も、まあ、ベーシックで使いやすいというところ、その中にも、まあ、近年の無印良品ってまあ、かつてのですね、ドベーシックでジャストサイズで面白みのない感じというよりは、ちょっとトレンド感というところもうまくミックスしてきているので、これ完成度めちゃくちゃ高いなと思っています。カラー展開に関しては5色で、まあ、どれもすごく雰囲気がいいんですが、まあ、個人的にお勧めしたいのは、まあ、鉄板のネイビー、もしくはちょっと明るい雰囲気のですね、ライトブルーですね。このあたりの2色はすごく使いやすいんじゃないのかなと思います。まあ、ネイビーに関してはちょっとグレー系のパンツで合わせて見ていただくとすごくバランスがいいかなと思いますし、あとはホワイトジーンズなんかでちょっと清涼感あふれる感じで合わせるのもいいと思います。で、ライトブルーに関してはデニムスラックスみたいなものにも相性いいと思いますし、ブラックのパンツとかで引き締めるのもいいかなと思うんですが、まあ、普通の T シャツよりもニットが持つ上品な質感のおかげですごくですね、上品な見え方になってくるかなと思います。で、素材はですね、ポリエステルとあとは麻ですね、これをうまくブレンドさせているんですが、まあ、天然素材が持つ風合いの良さですね、このあたりもちゃんと活かしながら、伸縮性のあるポリエステルの素材も使っているので、肌触りも含めてなかなかバランスがいい仕上がりになってくるかなと思います。夏の T シャツ1枚のスタイルはちょっとカジュアルすぎるかなと思う方には、このようなニット T シャツみたいなものはすごく使いやすいので、まあ、ぜひチェックしていただきたいなと思います。まあ、ちなみにユニクロ U にも今季ニット T シャツがあったんですが、あれもすごく人気で、もうネットの方ではほとんど在庫がなくてですね、それだけ多くの男性にとってマストアイテムになってきているのがこの半袖ニットというジャンルかなと思うんですね。その中でも価格帯が買いやすくて、なおかつベーシックで使いやすいですね、この無印良品の半袖ニットは隠れた名作かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしてみていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はですね、最も僕たちにとって身近なユニクロから選出をしてみたいなと思うんですが、先ほど無印良品のニットティーをご紹介しましたが、本格的な夏でも使えるような T シャツを1枚ご紹介したいなと思います。今回取り上げたのはユニクロがモマとコラボレーションをして作っているアートアイコンズ UT になりますね。価格は1500円ということで、相変わらずですね、ユニクロ価格で非常に買いやすいような価格帯になってくるかなと思います。で、 UT っていうのはですね、なかなか難しいんですね。本当に様々な色柄があって見ていて楽しいんですが、その中から大人の男性に似合うものを選び取るっていうのはなかなかのですね、無理ゲーだと思うんですね。僕も UT よく見てるんですが、何かいいものないかな、皆さんにお勧めできるものないかなと思ってるんですけども、難しいんですね。まあ、その中で今回見つけたのがこのモマとのコラボレーション T シャツなんですね。まずはホワイトベースであるということ、これがですね、すごく隠れたポイントだと思うんですね。白 T なので、まあ、爽やかな雰囲気も出るし、ベーシックなところをちゃんと抑えながらのプリントが入っているというところ、これもすごくバランスがいいんですが、で、肝心のプリント部分なんですが、こちらはモマが所有するですね、アート作品ですね、ポール・セザンヌの作品がプリントされているような、そんな T シャツになっているんですね。メインはですね、アート作品なんですが、その横にですね、モマの文字であったりだとか、ポール・セザンヌの名前がですね、配してあって、このあたりのですね、フォントだとかバランスというところも含めてかなり完成度の高い T シャツになってるかなと思います。まあ、このような白ベースのプリント T シャツって結構トレンドアイテムとしていろんなブランドから出していまして、まあ、様々なセレオリとかにもありますし、あとはタンタンっていうですね、プリントティーをですね、結構強みとしているブランドもあるんですが、そういったとこでもやっぱり白ベースに対して真ん中にプリント入っているようなものが多く出ているので、非常に人気のジャンルになってくるかなと思います。このポールセザンヌのですね、プリントティーに関してはすごくですね、大人っぽさもあってアート作品でもあるので、全体の完成度も含めてすごくいいなと思うので、これは1枚持っておいて損はないかなと思うんですね。ただこの T シャツにですね、短パン合わせて真夏
にウェイってやってもなかなか子供っぽく見えてですね、大人世代には似合わないので、個人的にはですね、インナーに使ってあげるといいかなと思うんですね。例えば先ほどご紹介したようなオープンカラーシャツの内側にこういったプリント T シャツを着てあげれば、まあ上にですねアウターを羽織ることでそこまで柄も見えないですし、程よいアクセントとして効いてくるんですね。特にネイビーだとかスミクロのオープンカラーシャツなんかには非常に相性がいいかなと思うので、インナー的に使ってあげるのがいいかなと思います。もちろんジャケットの内側だとかカバーオーダーとかのライトのアウターですね、僕も今ベージュ系のアウター着てますが、このようなベージュだとかライトグレーみたいなアウターともホワイト系のプリント T シャツは相性がいいので、1枚持っておくと便利だなと思います。で、なかなかプリント T シャツで大人にバチッと似合うものって探しづらいので、その中ではこちらの1枚は本当におすすめできるようなバランスのいい仕上がりかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしてみていただければなと思っています。はい、続いてラストはですね、こちらですね、コーエンのデニムワイドイージーパンツをですね、オフホワイトになります。価格がですね、今ですね僕が見るところでは 10% オフになってるんですが、定価は5500円のアイテムになりますね。これはすごく使いやすくて、今回ご紹介した様々なアイテムとも親和性が高いので、まあ、ぜひ皆さんにご紹介ができればなと思っています。まあ、夏といったら僕はホワイトのパンツは欠かせないアイテムだと思ってまして、まあ、皆さんにもですね、ユニクロのちょっとワイド感のあるホワイトデニムもですね何度かご紹介してるかなと思うんですが、まあ、ユニクロもいいんだけども、もうちょっとこだわりたいだとか気分を上げたいという場合は、コーエンのですねこのデニムなんかはすごく使いやすいんじゃないのかなと思います。真っ白ではなくて少しだけ黄みがかったオフホワイトになっているので、まあ、そのあたりも気恥ずかしくないようなバランスになっているので、なかなかですね雰囲気いいんじゃないのかなと思います。で、サイズ感に関してはワイドイージーパンツということで少しゆとりがあるんですが、大人にもハマりやすいような程よいゆとり感なんですね。で、白パンで細いと本当にですね古い感じしちゃうんですね。コンサバすぎてしまうので、まあ、できれば少しだけゆとりを設計しているものの方が使いやすいかなと思うんですね。まあ、洗いをかけたようなクリーンなデニム素材を使用ということで、まあ、すごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、ウエストに関しては後ろはゴムになっているので、しっかりと体型にも合いやすいですし、前にはドローコードついているので、ウエストもギュッとですね縛ることでサイズ調整ができるんですね。僕もですねボトムステラブの結構大変なんですね。どうしても体型が小柄なので、ウエストがちょっと大きいようなボトムスの方が圧倒的に多いので、まあ、ドローコードで絞れる点もすごくありがたいポイントかなと思っています。で、厚みに関しては決してこう厚すぎることもなくて薄すぎる感じもなくて、通年を意識して程よい厚みに仕上げてあるんですね。これもありがたい点で、季節ごとにボトムスを変えるっていうのは結構面倒だったりするので、これぐらいの中肉厚というのはすごくいいポイントかなと思います。肌当たりもソフトだし、なかなか動きやすいというところも含めて、デニムが持つ履きづらさみたいなところもちゃんと改善されているので、なかなかバランスのいい一本になってくるかなと思います。ぜひですね、上半身が濃い色の時にですね、このようなホワイト系のデニムを履いてあげると清潔感も出ますし、人との違いも出せるので、まあ、ぜひ皆さんもですね一本はトライをしてみていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の男性におすすめしたいコスパ最強の初夏の服5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ安定のですね GU、 無印良品、ユニクロ、グローバルワーク、そしてコーエンですね。このあたりを回れば結構今っぽいアイテムをですね価格を抑えながら買うことができるかなと思うので、ぜひ皆さんも近くの店舗に行ってみるか、もしくはオンラインでですねこのあたりのアイテムチェックをしていただきたいなと思っています。これからですね4月5月結構気温上がると思うんですね。まあ、この時期だからこそ楽しめるアイテムもあるかなと思ってまして、半袖のシャツだとか、あとは半袖ニットだとか、このあたりなんかはまさに象徴的な初夏のアイテムかなと思います。夏の着こなしを今時期にするのもいいかなと思うんですが、このような狭間の季節にこそ活躍するアイテムですね。このあたりをうまく活用できるとすごくおしゃれ見えするかなと思うので、よかったら試していただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもうちょっと運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信も行っていまして、皆さんとワイワイ楽しみながらやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オ
オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をほぼ毎日投稿しています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリスト専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも動画の下の概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。